アドバート・マーセロ・アルゾレーは、ベネズエラのボリバル州、シューダー・グラアヤアナ出身のプロ野球選手、ウトウ・オミギウチ。MLB のシカゴ・カブス所属。2012年11月にシカゴ・カブスと契約して、プロ入り。2013年に、参加のベネズエラン・サマーリーグ・カブスで、プロデビュー。15試合に登板して5勝3敗。防御率1.07、61奪三振を、記録した。 2014年は、ルーキー級アリゾナリーグカブスと A-9、ボイシホークスでプレイし、2球団合計で10試合に登板して2勝5敗、防御率7.90、44奪三振を記録した。2015年は、A-9、ユージーン・エメラルズでプレイし、12試合に登板して6勝2敗、防御率2.04、49奪三振を記録した。 2016年は A 級サウスベンドカブスでプレーし、22試合に登板して9勝4敗、防御率4.34、81奪三振を記録した。2017年は A 級マートルビーチペリカンズと AA 級テネシーズモーキーズでプレーし、2球団合計で22試合に先発登板して7勝4敗、防御率2.99、108奪三振を記録した。 オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2018年に MLB.com が発表したプロスペクトランキングではカブスの組織内で1位にランクインした。シーズンでは開幕から AAA 級アイオワカブスでプレーしていたが6月に筋座賞のため以降は全休することが発表された。2019年も開幕を トリプル A 級アイオワで迎え、6月20日にメジャー初昇格を果たした。メジャーデビューとなった同日のニューヨークメッツ戦では、リリーフにて4回1失点の投球でメジャー初、当番初勝利を飾った。速球とパワーカーブが武器。先発3から4番手の器と言われているが、カブスの編成総責任者であるセオ・エプスタインは、才能が完全開花すれば、 エースかクローザーと高く評価する。ありがとうございます。